12月8日は、作家、詩人。82年の生涯のうちの14年間、幾田春月と同棲した。徳島県板野郡、泉谷村で、西崎康太郎の長女に生まれた。父は、村長も務めたが、家は、維新後衰えていた。1903年、県立徳島高等女学校2年に編入し、明星し、 文章世界史などに投稿した。要望と身長が低いことに劣等感を持っていた。服装は生涯飾らなかった。卒業後、教員免許を取得し、県職員の教員となり、1906年、半田小学校の翌1907年松島小学校の教員となり、病弱の指示によこぜに、文通の指導を受けて試作し、女子文壇史に投稿し、 同志の主筆、河合い睡にも支持した。長祖部菊子の筆名を用いた。1909年父が没し、翌1910年に母の許しを得て上京し、県職員を退職、王子の豊島小学校の教員、水野洋州家の書生、女子分団他の記者、寄せの女中などを務め、生活区から職場の性的嫌がらせを退けきれないこともあった。 貧困の中で投稿を続けた。1912年、新しい女として騒がれていた、政党史に参加して、翌1913年、本名で、新しい女の解説、この頃の感想、事故のある心にあたう、昔の男に対して、恋愛を呼び、生活難に対してと、告白的な感想文を載せ続けた。1914年2月、その、 恋愛及び、生活難に対して及んだ、生田春月から、可愛い睡を経て求婚され、同棲した。間もなく、春月は、年上の妻が煙たく、浮気するようになり、祖格もあったが、花代は、春月と、経済的に助け合った。同棲した秋、春月と共に、春月の死幾多長校の、反響死に加わり、翌九百十五年一月、 法が女に資材を認めぬ限り、低層より食物を優先させるのは、自然と書き、政党の両家のお嬢さんなどと、雑誌上で、低層論争をした。1915年秋、政党の最末期に、出産企業の伊藤の絵に代わって、編集の実務を引き受けた。1916年、平塚雷長、生田長公らと、女性文芸師ピアトリースを創刊したが、 婦人運動の導人が増え、一年足らずで廃刊した。花世がうちで支えた、春月の詩集、霊魂の秋は売れたが、長編小説、愛日夜魂は不評だった。1928年、長谷川しぐれに壊れて、女人芸術史の発刊に協力し、広い人脈を役立てた。創刊号に、詩詩は孔子型詩を載せた。1930年、 春月が女性関係と世帯とに挟まれて自殺した。花代は春月のマッテイ・ヒロタカと幾多春月全週全十巻を編集し、1931年から刊行した。1932年、春月の1922年からの死死、死と人生を継いで第二次、死と人生を復刊し、投稿者を指導した。1933年、 シュグレの、女人芸術に次ぐ、月刊新聞、アキラクを、手伝った。1938年、シュグレの、アキラク部隊の評議員となり、シナ事変化の上海、南京の日本軍を遺問した。1940年、傷病兵の遺問、海軍記念日の講演、十五巡情を、生かす、隣組の観光など、戦時向きに行動し、日本文学報告会の会員になった。 第二次世界大戦の末期は、役所の指導員、調停員などで食いつなぎ、1945年、空襲に焼かれた。敗戦直後の1945年秋、弟子の家に家具して、昇華塾の看板を出し、女性たちと、万葉集を読んだ。出版も再開した。1954年、杉並区の主婦たちに、源氏物語の講義を頼まれ、その、 現氏の会は33会場、長講者、計400人以上に広がって、2会場を巡る日もできた。1966年、高血圧を診断され、半年休んでから、現氏を再開した。1967年の誕生日の会合に、300人が、幾多現氏の出版と著者の三重とを祝った。その後も、現氏の会を巡り歩いていたが、 1969年、暮れに再発した。翌年秋、会員たちが、野縁峠の三つ寺に建てた、花世の花火の除幕式に、病院から出席した。そして暮れに没し、花火,火の元に葬られた。東京都八王子市絹ヶ丘3の八の一三つ寺。以下の河野の後は、最新と思われる開版。ありがとうございます。